どうもこんにちは、プライマーチャンネルの藤田です。今日はですね、ゴルフということでですね、多賀板にあります多賀板ミッドランドゴルフコースでゴルフをしてみたいと思います。してみたいと思います。行ってみます。今日は6月30日、ではまずですね、多賀板ミッドランドへの行き方なんですけれども、マカティからスカイウェイか SX に乗っていただいて、その後ですね、カラックスっていう風に新しくできた高速道路に乗り換えます。こちらですね。はい、このエグジットで出まして、カラックス、こういう風になってますんで、これですね、右の方に行かないといけません。こちらでございますね。タロサ高い太陽ですね。こちらの方に行きます。もう終点まで来ちゃいます。そしてサンタロサ多賀板ロードから行くのが一般的です。 Google マップを使っていくのもいいんですけれども、ビレッジの中を通る道を指示されてしまうことがあるので、初めて行く方はご注意ください。フィリピンね、在住が長い方はそちらの方で行ってもらっても構わないと思うんですけれども、今回はですね、一般的な道の方でご案内いたします。観光地でもある多賀板に立地するゴルフ場、多賀板ミッドランド。クラブハウスのテラスからタール湖が一望できる風光明媚なコースです。また敷地内にはもう一つのゴルフ場、多賀板ハイランドがあるほか、テニス、ボーリング、乗馬、プールなどのスポーツをはじめ、家族でも楽しめる施設も充実しています。これらの施設を利用するには会員になる必要がありますが、会員同伴でも利用は可能です。今日は、数日前にタール湖からガスが上がってしまって、シグナルナンバー2の状態なので景色がちょっと残念ですが、頑張ってみたいと思います。最後までできるかな。今日はですね、多賀板ミッドランドゴルフコースに来てるんですけれども、本日はですね、仕事はカンナさん、いやあと、カンナさんの友達のチェイスにですね、一緒にプレイしていきたいと思います。それでは行ってみましょう。さあ、やってきました。1番ホール、張り切ってまいりましょう。青ティーからやりますので424ヤードパー4です。このホールの1打目のターゲットは左奥のバンカー狙いです。ナイスショット。オッケー、ナイスショット。おお、ナイスショット。ナイスイン。おー。オッケー。2番ホール577ヤードパー5です。ターゲットは真ん中にある2本のパイントリーだそうです。ナイスティーチュー。ナイスショット。おお、ナイスショット。ゴー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 。Go! 3番ホール、パー3のショートホールですね。池がある、ちょっと嫌なホールです。よいしょ。
4番ホールパー4、左ドックのホールで左側に池があります。ターゲットは鉄塔狙いだそうですが、飛ばす距離によってちょっと違ってきますね。ここはハンディキャップ1のホールなので、心して挑みたいと思います。ナイスショット OK。ゴー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 。あー止まって、でもナイスワン。大丈夫大丈夫。ゴー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 。ナイス変化。5番ホール169ヤードパー3です。ナイスワン。グッドショット。ナイスバーディー。6番ホールパー5です。お気づきの方もいるかもしれませんが、雨が結構降ってきました。なんとか最後までやりたいですね。7番ホール235ヤード短めのパー4、チャンスホールかもしれないです。8番ホール388ヤードパー4です。よほど飛ぶ人ではない限り、220ヤードぐらいのところで1回刻んでグリーンを狙わないといけないホールです。頑張っていきましょう。9番ホール前半の最後のホールです。390ヤードぐらいのパー4ですね。張り切っていきましょう。
マン。今日は雷が鳴ってしまい危険なので後半もやりたかったのですが、残念ながら9ホールだけとなってしまいました。見ていただいた方すいません。また次回はぜひ全ホールやりに行きたいと思います。チェスさん、カンナさん、今日は本当にありがとうございました。お腹が空いたので食事に行きたいと思いますが、タガイタイハイランドは美味しいレストランが多いです。今日はこちらのイタリアンコミダイビーノに来てみました。このような感じの素敵なレストランです。美味しかったのでぜひ試してみてください。ありがとうございました。おまけ。本当はですね、ここからタガイタイのタール湖がすごく綺麗に見えるんですけど、今日はですね、全く見えずにこういう雷がバリバリ鳴ってるという状態です。はい、おお、危ないですね、はい、おお、すげえすげえ。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。よろしければチャンネル登録の方よろしくお願いします。